皆さんこんにちは滋賀マザーズジョブステーションキャリアカウンセラーの市岡めぐみですここでは履歴書作成面接のポイントについてお伝えいたします就職活動に欠かせないものの一つが応募書類です応募書類は企業が採用を行う際最初の見るものですまず書類選考をし通過者と面接という形式を取る会社も増えています印象の良い履歴書格コツを ではご紹介していきましょう履歴書はパソコンで作る人も増えていますがここでは手書きすることを前提にお話しさせていただきますまず必要となるのが履歴書の用紙です履歴書の用紙は市販の JIS 規格のものを使用します黒のボールペン、万年筆などで記入しましょう一箇所でも書き間違えたら修正器や修正テープを使用するのではなく めから書き直してください履歴書の記載については読み手である採用担当者の立場に立って誤字脱字に気をつけて読みやすく丁寧に記載することを心がけましょう丁寧さが足りないと採用担当者に良い印象を与えず応募の書類がいい加減で意欲や熱意がないのではないか文章の記載がいい加減で仕事が雑かもしれない。 などと思われることになりますまた履歴書の使い回しも同じ理由でいたしませんでは項目ごとに書き方のポイントを説明します日付は持参する日もしくはポストに投函する日を記載します年号は和暦か西暦のどちらかに統一します通常は和暦を用い令和といった元号から記載します 外資系企業や IT 企業などに応募する場合は西暦を使うことが一般的です氏名は戸籍に登録されている本名を他の文字より少し大きめに楷書体で記載します振り仮名はひらがなで書かれている場合はひらがなでカタカナで書かれている場合はカタカナで振ります住所につきましては都道府県名、マンション、アパートの名称、 部屋番号も省略せずに記載してください。振り仮名も氏名欄と同様に書きます。電話欄、こちらにつきましては、固定電話と携帯電話の両方を持っている場合は、両方とも記載します。携帯電話だけしか持っていなければ、携帯電話の番号だけでも構いません。写真は応募書類の中で唯一の画像情報であり、応募者の第一印象を大きく左右します。 カラー、モノクロは問いませんが、直近3ヶ月以内くらいに撮影したものを使いましょう。スナップ写真は使いません。また、剥がれたときのために裏面には氏名を記載しておきましょう。学歴と職歴は1つの項目になっているため、1行目中央に学歴と記入し、2行目から学歴を記入していきます。 学歴は、中学校卒業から最終学歴までを順番に記載するのが一般的です。高等学校、専門学校、短大、大学の学歴については、学部、学科、コース、専攻も記載します。学歴を書き終えたら、次の行の中央に職歴と書きます。その次の行から職歴を書いていきます。職歴はすべて正確に書くのが基本です。 学生時代のアルバイトについては記入しないのが一般的ですけれどもアピールになるるののでであれば記入するのも良いでしょう。会社の場合は「入社退社」という用語を使いますけれども学校病院個人事業所各種団体観光庁など会社でない場合については「勤務退職」という用語を用います。 株式会社をかっこ株と略したりせずに正確に記載してください退職に理由については一身上のつが会により退職出産のため退職会社都合により退職などのように簡潔に記載します職歴の記載が最後には右側に以上と記載します次に免許・資格の記載の順番です 古い順に記載する方法もありますが応募先企業に対するアピール力の高いものから順番に記載することをお勧めいたします多数の資格を要する場合は応募先の職務に関係するものを選んで記載していってください次に最後の本人希望欄について子供が小さいため急病のためや休みたい学校行事のために休みが欲しい などといった具体的な希望があったとしてもストレートには記載せず面接などの場で採用担当者と相談するのが一般的です特に記載する事項がなる場合は空欄とすることは適当ではありません特になしと記載する方法もありますけれども勤務条件は記者の規定に従いますと記載するのが良いでしょう続いて、えー、飛ばしました志望動機欄の書き方について ポイントをお伝えしたいいと思います志望動機の書き方についてまず採用担当者はどのようなぜ応募したのか志望度は高いか求めている人材を理解しているか自身の強みを把握しているか入社したらどんなふうに頑張ってもらえるかといった視点を知りたいと思っています。ということは。 家から近いので、とか。子供が幼稚園に通っている間に働けるから。福利厚生がしっかりしておられるので。などという動機は自己の都合ですから、すべて N. G. になります。例えば、グループホームを運営する介護事務のパートに応募する場合。求めている人材はおそらく。前職に事務経験があるかどうかという事務処理のスキルが高い方でしょう。 またスキル面以外でどんな強みがあると自身で把握しているか例えば整理整頓が好きチームの意見をまとめるのが得意などが挙げられるかもしれませんなぜ志望する企業なのかという点では例えば家庭的な雰囲気で一人一人に向き合うことを大事にしている運営方針がいいなと思ったことなどを加えるとします文章にまとめるとこうなります採用担当者の気分で聞いてみてください 前職ではパソコンでの事務業務をメインとしており日常的にエクセルやワードを使って売上管理や書類作成を行っておりましたまた部署の人たちが気持ちよく仕事できるようコミュニケーションを密に取り意見をまとめてオフィス環境を改善した経験があります家庭的な雰囲気の中で利用者様一人一人に向き合えるグループホームを運営されている記者の一員として 私も地域に貢献したいと思い志望いたしましたいかがでしょうか志望度も高そうで入社したら頑張ってくれそうだなと思われませんでしたでしょうかスキル強みというと少し曖昧でちょっと謙遜してしまう方も多いのですけれども自分のいいところ自分らしさというのをどう表現しますかということになります前提として誰にでも いくつも強みはあるものです知らず知らずのうちに身につけているスキルもあるのですけれども例えば自分というものがお洋服だったとしてクローゼットの中から何を出してどう組み合わせて伝えるかというところがポイントになります洋服だったらクローゼットの中の服を全部一度に着ることはありませんし TPO であったり今日の気温を考えて 自分でそのの場にふさわししいいい感じの服を選ぼうとしますよね志望動機を伝える場合も同じように皆さんそれぞれにたくさんある強みそしてそれらの中には自分ではとても強みやと思えないものもあるんですけれどもそれらの中でどれを着てどれをしまっておくかつまり採用側の期待やニーズに合うかどうかというところをポイントにします。 とはいえ私にはスキルがないと主張される方も多いんですけれどもどんんななななスキルののかか名前をけけられれていないだけなのかもしれません例えば書類を整理するのに配置を工夫したとかそういえば周りの人からダブルチェックを頼まれることが多かったとかこういうものは整理整頓のスキルだったり正確性であったり表現されます。 確かに、まあ、営業成績が1位でしたとか分かりやすさというものはありませんけれども自分が自然と工夫していたこと業務の中でこだわっていたこと周りの人から認めてもらえていたこと何かを謙遜抜きに自覚することから始めてみてください。採用側の期待やニーズつまり職種別で見る望ましいスキルの例としては表を参考にしてみてください。 スキルというのはお仕事経験だけではなくて子育てて経験でも磨かれています。例えば限られた時間内で家事や育児を段取りよく行なすというのはマルチタスク能力です。コミュニケーション力というのも分解していくと我慢強くなったこと柔軟性を持って対応すること気遣いができることなどが挙げられます。家族みんなのスケジュール管理を行ったり、 家計を管理したりする管理能力というのも磨かれているでしょうこれらのスキルももちろん採用側の期待やニーズが合えば押し出して表現してみましょうでは次に面接のポイントをお伝えします実際の面接を思い浮かべてみてください採用担当者は短時間で応募者のことを見極めなくてはなりません限られた時間で応募者を理解し仕事への姿勢を図り 成長性を予測する、筆記テストの点数が高い人が欲しいわけでもないですし、花々しい実務経歴がある人が欲しいわけでもないです。ある人事のスタッフの人に聞いてみました。面接で何を見てますかと聞いたところ、面接で何を見ているかというと、面接以外のすべてという答えが出ました。つまり、いわゆる当たり前のことを当たり前にできているか、 一緒に働く仲間としての人物像を見ているんです端的に言うと採用担当者が重視しているポイントは今実際に働いている仲間たちと会うかということを見ていますそれを見るために重視するポイントとして第一印象受け答えの仕方見出し並みといった最低限のビジネスマナーを重視すると答えておられます 当然のことですけれどもまあ、第一印象とか受け答えの仕方身だしなみというのは書類上ではわからないポイントなわけですねなので面接選考ならではの判断材料になっていますなので直に合うことでしかわからないことなので面接の時には重視しますということですなのでこの順位がそのまま、えー、採用の優先度を、えー、というわけではないですね もちろん書類も合わせてということになりますけれどもこれらは最低限のビジネスマナーとしてクリアしていて当然のことでこれらをクリアしていないと選考にも及ばないということになります。ですから清潔感にある身だしなことですなかなかあの皆さん採用不採用の理由を耳にされることはないんではないかなと思いますのであの具体的な例を いくつか挙げてみました経験やスキルは十分だったのにもかかわらず面接選考で不合格を決めたポイントはという質問にこのような答えが返ってきています応募の連絡から書類当直まで日が空きすぎていてやる気が感じられない面接の予定時間より2時間早く来られた退職理由をお伺いしたところ前職の不平不満ばかりお話しされた 面接の会話中に敬語が使われず、人の話を聞かないような姿勢だった。有能な方のようですが、雑用や電話番など、その他の仕事をちょっと頼みにくい。これの理由、聞かれてどうですか。実務の経歴が必要だったかどうか、とかいうよりは、やはり基本的なマナーであったり、受け方への仕方というところが、えーと あまりよろしくなかったので不採用になったというようなことが見て取れると思います次にでは逆に採用になったたた方の理由も聞いてみままししし資格と経験がある点を重視しました弊社のことを調べたり商品を食すなど弊社で勤めたい気持ちが伝わった経験はないようですが清掃業務を通じて患者様と接する態度が丁寧で真摯だった。 地域に貢献したいという思いを発揮していただきたいと感じた元気で明るいという点に加えて真剣に仕事に取り組んでくれそうだったこれらも同じくまあ、中には資格とか経験というところを買ったという採用理由もありますけれどもプラスアルファでどういうイメージか一緒に働きやすそうかどうかというところを見て採用を決められた 最後の一押しにはやっぱりそういうところが大事だということがわかるかと思います採用面接というのはまあ採用側応募者側が双方に一緒に働きたいか働けるかを確認し合うコミュニケーションの機会ということを知っておくことで少しは面接に関しても緊張がほぐれるかもしれません最低限のビジネスマナーはおさらいをして面接にの,の臨むようにいたしましょう ご視聴ありがとうございました。